LT のタイトルは、ミニアプリの審査申請を半自動化できた話というタイトルです。はい。まず、自己紹介ですね。名前は倉本博文と言います。現職は、株式会社ブレイブテクノロジーという会社でエンジニアをしています。LT の登壇は今回2回目になります。まあ、前回の登壇は、去年の11月に初心者 LT に登壇させていただいて、それ以来の登壇になります。はい。では、早速なんですけど、皆さんに質問です。はい。この50という数字、これは何の数字でしょうという質問になります。ヒントといたしましては、ミニアプリの構築にまつわる、数字になっています。はい。早速答えなんですけども、答えとしては、LINE ミニアプリの審査申請に必要なチャンネル情報の項目数で、となります。回答としてはこれで、ミニアプリの構築に携わっている方ならピンとくるかなと思うんですけど、やったことない方はちょっとどういうことなってると思うので、具体的に説明させていただきます。まず、そもそも LINE ミニアプリとはというところで、一言で申し上げると、LINE 上で動く Web アプリケーションになっています。主な用途、主なサービスとしては、まあ、順番待ちができたり、店内オーダーができたり、あとは会員証といったアプリといったところに使われています。弊社、ブレイブテクノロジーという会社で、提供している、LINE で順番待ちができる。はい。この LINE ミニアプリなんですけど、LINE 上で動かすため、リリースするためには、審査を、LINE 社での審査を通すことが必要になります。こちらが LINE ミニアプリのサービス提供までのフローというもので、今日お話ししたいのは、この中でリリース審査というところですね。実際に開発された LINE ミニアプリを審査、してもらうんですけども、まあ、具体的な手順としては、開発者としては、ミニアプリチャンネルを作成して、チャンネル情報を入力します。で、審査申請を出すんですけども、まあ、先ほど申し上げた50という数字は、このチャンネル情報として、登録する審査に必要な項目数が約50個となっております。で、まあ、50個、僕が、数えたので、まあ、ちょっと相違があるかもしれませんが、なので約50個という数字になっています。はい。それで弊社でもですね、LINE ミニアプリを構築して申請を出すことがあります。まあ、どういったケースかというと、お客様が、マトカやヨボカを使いたいといった場合に、お客様の専用の、ミニアプリ環境を、弊社が構築して、その中でマトカやヨボカでサービスを提供するというプランがあります。で、弊社で行っている審査申請のフローとしては、まず、そういったお客様から構築依頼を受けて情報提供をもらいます。で、弊社で累計今まで約400件のミニアプリを構築していて、まあ、月々大体5から10件ほど、はい、構築依頼をいただいています。で、次のステップとしては、弊社の構築担当がチャンネル情報を入力します。まあ、LINE Developers Console のサイトで手動で入力しています。これが先ほど申し上げた50箇所ということですね。で、その後、LINE 社に審査申請を出して、何も問題なければ承認形でリリースできるんですけども、まあ、問題があった場合はリジェクトされる。まあ、審査がやり直しになります。で、弊社で起こっている、まあ、どういった場合にこうやってリジェクトされるかというと、このチャンネル情報を入力するときに、手動で項目を入力しているという、まあ、ここにコピペコピペって書いてあるんですけど、コピペで手動でやってると、まあ、どうしても入力ミスが、起こってしまいます。で、入力ミスで、まあ、LINE 社さんも、審査において、やっぱ誤った情報を登録するわけにはいかないので、どうしてもリジェクトになってしまう。まあ、こういった入力ミスでのリジェクトっていうのはすごいもったいないことなので、弊社の取り組みとして、このチャンネル情報の入力を、まあ、自動化しよう、自動化ツールを作ろうという流れになりました。で、実際に作りました。まあ、どういった自動化、どうやってやるのっていうところで、自動化した方法としては、一言で申し上げると、ブラウザ自動操作技術を用いて、LINE Developers Console 上で自動入力をする、ところになります。チャンネル情報の入力には、LINE Developers Console というウェブサイト上で、情報を入力するしか方法がありません。なので、自動化するためには、ブラウザを自動操作するしかない。という結論に至りました。ブラウザの自動操作ってどういうことかというと、まあ、スクレーピングとかですね、よくあるんですけど、ウェブブラウザを自動的に制御し、操作することを指しています。はい。で、ツールのシステム構成としては、言語は Python で書いています。スクレーピングとか、多分 Python が主な言語になるのかなと思っています。なので、Python を
採用しています。で、ライブラリはこちらの3つが主なもので、まあ、セレニウムというライブラリを用いてブラウザの自動操作を実現しています。はい。というふうに羅列、情報の羅列をしたんですけど、まあ、百聞は一見にしかずということで、せっかくなので今から実行してみようかなと思います。ツールの実行は、まあ、ローカル、PC、ローカルで、Python の仮想環境を作ってそこで実行しています。今コマンドを打ってるんですけど、これを実行します。はい。今自動で動いてます。今チャンネルが作成されましたね。で、ここから主にタブが5つかな。で、一つ一つアイコンを設定したり、情報を入れたりしています。これが結構ちょこちょこ止まることがあるので、今日かなり実行するとき緊張したんですけど、いい感じに動いてそうで嬉しいです。はい。大体実行時間としては、今日測った1分半とかで、2分以内で大体終わるかなっていう感じですね。いつも。今ビジネスインフォメーションのタブなんですけど、まあ、この後多分サービスメッセージのタブ。で、サービスメッセージテンプレートを登録していくんですけど、結構サービスメッセージのテンプレートを追加するのって大変な作業というか、結構ポチポチしなきゃいけないことが多くて、で、かつリストがダーって出るんですけど、結構選び間違いとかが起こったりして、で、それに気づかなかったりもするので、まあ、この自動化されたことによって、かなりそこが入力ミスが減ったなという感想があります。してなんか、いつもは一人で見守ってるので、皆さんと一緒に見守ってると、緊張はしますけど、嬉しいですね。はい。おそらく完了しました。こんな感じでターミナルに段が出たので、ちょっとちゃんと情報が入力できるかも確認してみます。はい。今作ったチャンネルがこれですね。結構いい感じにアイコンも入ってますし、このサービスメッセージのテンプレートとかもきちんと3つ入ってます。この辺でポチポチ選ぶのが結構大変だったりするので、自動化されてかなり楽になりました。というところですね。はい。実行されたスライドに戻ります。で、ご覧いただいたように、チャンネル情報を自動入力ツールによって、すごく業務改善がされました。で、どんなところが改善されたかっていうと、まず、時間という観点で言うと、まあ、手動入力の時は入力時間が10分くらいかかって、結構、時間がかかる作業になってました。まあ、そこを自動入力にすると、まあ、実行時間ですね。実行時間が1分半にまで短縮されました。で、ミスというところ。に関しては、まあ、手動入力の場合は結構入力箇所を間違えたり、まあ、内容を間違えたりするので、まあ、それによって審査がリジェクトされるってことが、ありました。まあ、そこも自動入力だと、今、自動入力して、このツールを使って多分1年くらいかな、なんですけど、まあ、今まで入力ミスでの審査のリジェクトはなかったので、まあ、そこも改善されてるなというところです。あと、手間っていう観点だと、まあ、手動入力だとひたすらコピペしてたので、本当 Windows なんですけど、コントロール C とコントロール V をやってて、もう腕が、指がかなり疲れるなってところあったんですけど、自動入力は、まあ先ほどご覧いただいたように、もう一コマンド実行するだけで、自動でできるので、そこもすごく改善されたなというところです。最後にというところで、運用上の留意点っていうのが一つだけあって、LINE Developers Console のサイトの X パスのロケーションパスですね、まあ、HTML の要素のパスなんですけど、まあ、それが変わるたびにコードを修正する手間がかかるってところは、まあ、少し運用上の、まあ、メンテナンスコストとしてはかかるかなっていうところはあります。まあ、でも、そこまで、大変な作業ではないので、開発者が分かっていれば大丈夫な作業かなと思っています。あと、応用事例というところで、まあ、最近マトカというサービスで新しいテンプレートメッセージが追加される、まあ、仕様変更があったんですけど、テンプレートメッセージをで、ミニアプリのチャンネルにテンプレートメッセージを登録しないと、まあ、サービスメッセージからそのメッセージが送信できないんですよね。なので、一つ一つに追加していかなきゃいけない。で、弊社では400件のミニアプリを持っているので、それ一つ一つに手動でメッセージを追加していくのはすごい大変な作業なんですけど、まあ、そこも、自動入力、まあ、少しプログラムを書き換えて自動入力ができたので、まあ、かなり、まあ、ミニアプリの情報の更新とか、編集っていった点でも応用的に使えるツールになっているかなと思います。はい。ご清聴いただきありがとうございました。何か不明点とかあればぜひ聞いてください。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。もうこのテーマにふさわしい現場のハックそのものだったかなというふうに思います。
それでは、質疑応答の方に移りたいと思うんですけれども、何かご質問等ございますでしょうか。あ、はい。もう発表ありがとうございました。質問なんですけれども、まず、その入力は、どのような入力の形式があるのかなっていうので、まあ、CSV なのか、Excel なのかみたいなのをお聞きしたいです。あ、はい。まあ、データの保持とかっていうのは CSV でやっています。最初に CSV のデータをツールに取り込んで、それを入力させてるって形になります。ありがとうございます。あと、その入力の中で、まあ、動的に変わるものだったりをどう処理してるのかなっていうのが気になって、まあ、わからないですけど、例えば Webhook がある会社さんとない会社さんだったり、そこもハンドリングすることができるのかなっていうのが気になります。そうですね。動的に入力してるものはないかな。一応、その CSV が、CSV データを最初に取り込むんですけど、その CSV データが主なデータというか、そこから動くことはないので、まずその CSV データを作るまでに動的に、で、かつ、その CSV データを作るときは、もうスプレッドシートから作ってるんですけど、はい、そこをちょっと動的にスクリプトを入れていて、そこで作成してるって形になります、ね。なるほど。じゃあもう入力の段階でもうそれ入れたらそのまま出てくるようにはなってるんですね。はい、ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございました。他ご質問、すみません、発表ありがとうございました。ミニアプリの方で設定する項目50項目っていう風なお話だったと思うんですけども、はい、その自動入力ツール CSV から読み込むときに、だいたい何種類ほどそのパラメーターってあるんでしょうか？パラメーターとしては、40項目ぐらいですね。あ、でもやっぱそれぐらいあるんですね。はい。なら大変になりますね。そうですね。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。質問は、発表ありがとうございます。入力ミス以外で審査に落ちることってあるのかなと思いまして、というところがあるかを教えていただければありがたいです。そうですね。入力ミス以外だと、まあ、純粋に不明な、例えばプライバシーポリシーのサイトとかを載せてたりするんですけど、リンクを載せたりするんですけど、そのリンクが純粋に無効だったりしたときは、リジェクトされたりとか、あともうメールアドレスの形式が違うよとか、っていうのでリジェクトされるってことはありますね。僕が把握している限りだとそのぐらいかなって感じです。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。YouTube ライブの方でも一点質問がありますね。途中で止まって、うまく違うな。すみません。途中で止まってこけたりすることは結構あるんですか？というご質問が。あ、そうですね。この運用上の留意点とか、どうしても LINE デベロッパーズコンソールウェブサイトのまあ、仕様変更とかで、X パスのロケーションパスが結構変わることがあるので、まあ、そんな頻繁ではないですけど、まあ、大体、こけたりするときはそこが原因だったりするので、そうですね。頻度としては、1ヶ月に1回ぐらい。で、大体このロケーションパスが間違えていることが多いという形になります。こまめにコンソールが変わってるんだなっていうことにも実は気づけるっていうことですね。そうですね。何さ、仕様変更したんだな、みたいな、分かったりします。なるほど。ありがとうございます。他には大丈夫そうですかね。はい。それでは、お一人目、倉本さんの発表でした。ありがとうございました。ありがとうございました。